ユベントス・スタジアムはイタリアのトリノ郊外にあるスタジアム。セリエ A に所属するユベントス FC のホームスタジアム。イタリア初のクラブ所有の独自スタジアムである。2017年からアリアンツがネーミングライツを取得してアリアンツ・スタジアムと呼称されている。ただし UEFA 主催大会などの際にユベントス・スタジアムとなる。ユベントスとトリノのホームスタジアムである。 スタディオデッレアルピを取り壊し、2009年3月1日に寄港。セリエ A、2011から12シーズンから使用されている。陸上トラックは完全に撤去され、約4万1000人が収容できるスタンドとの距離は非常に近く、ピッチから最も近い席で7.5メートル、最も遠い席で49メートルしか離れておらず、この点がデレアルピから、 大幅に改善された。また、同式地内には、クラブのオフィシャルショップや、ショッピングモールも併設されており、収容人数を減らしたにもかかわらず、スタジアムからの収入は、デッレアルピ時代と比較して3倍以上になり、収益面でも大きな効果が出た。コケラオトしは、2011年9月8日に、世界最古のクラブである、ノッツカウンティとの親善試合で、 往年の名選手らも出席した大々的なオープニングセレモニーを終えた後に行われた。試合は後半53分にクアディアレッラーに対するファウルで得た PK を投入が一度は GK に止められるが自らこぼれ球を押し込み、これが新スタジアムでの初ゴールとなった。また最初の公式戦は2011年9月11日に行われた第2節のパルマ戦で、 リヒト・シュタイナーが前半17分に決めたゴールが公式戦初ゴールとなった。2014年に UEFA ヨーロッパリーグ決勝が開催された。東スタンド2016年6月1日、アリアンツが命名権を買い取り、2017年7月1日からアリアンツスタジアムとすることを発表した。AB、ユベントス FC、イルヌ・オーボー・ストディオ、 2009年10月30日閲覧。セコンドコードコンエル、st2 トパークレディートスポルティーボパーイル、フィアナンジーメントデュルティエリアアーヨペレネルアンビト、デル、エリアデルノオーボストディオ、ユベントスドットコム。オリジナルの2012年7月2日、時点におけるアーカイブ。 h t 20 20 t p s a r c h i v e i t 2 0 1 2 0 7 0 2 2 1 5 2 4 8 h t t p c q j u b c e c o m t o m i n o i t i t i t a m e d i a 5 μ u に買ったシュタンピティ0 b 5 4 c 9 0 7 7 e 4 0 7 8 a 5 5バイト 6e047415 アドキューアスプ2011年9月18日閲覧。AB it,、コールイットアリアンズスタジアム。h t t p w w y u v e n t u s c o m EN、ニュース、ニュース、2017、コールイットアリアンズスタジアム、PHP2017 年6月2日閲覧。ユベントススタジアム、イタリアサッカー場の問題点。スポーツ日本。 2012年9月3日閲覧、h t t p w w g a l c o m en インディアニュース464ヨーロッパリーグ2012 03 21 298483ユベントススタジアム2ステージ -2014 ヨーロッパリーグファイナル。ありがとうございます。